はい、どうも。12月29日の朝のニュースを、古事記が紹介していく、こちらの動画でございます。はい。はい、えー、名古屋グランパス。川崎フロンターレの阿部を獲得に動いている模様ですね。ほー、まあ確かになんかそろそろ、まあ移籍も考えそうな頃合いですかね。もう川崎の選手ってイメージもね、頑張から移籍して、 まあ、だんだんついてきたってところで、まあ、もう、優勝ね、もう、リーグも、そしてカップ戦も獲得して、まあ、なんかもう、やることやりましたって感じですよね。ACL がまあ、取ってないけど、優勝教員になんて書かれてますけど、そうだな、ガンバーでな、優勝して、川崎でも優勝して、じゃあ、さあ、次は名古屋なのか、というところで、実現すんのかどうでしょうか。 ね、あとね、名古屋は、まあ、昨日も確かでしたけどね、湘南のね、フォワード山崎ね、動いてるみたいなんで。そこの方も。まあ、ね、女王がなんか、あれだよね、また、あの、ブラジルに戻るのか、みたいな、噂も出てますしね。てか、オファーをもらってるようで。うん、でもし戻っちゃったらやっぱ、ね、フォワードも必要になるしね。うん。はい、というとこでした。 で、次、ジュビロ・イワッターが、セレッソの船木にオファー。これ、結構、なんだろう。結構、そこ、そんな、行きますかって。<laughs> そんな、船木とか行っちゃうんですかっていう。わ <laughs> かりますかなこの感覚。船木にオファー、い、行けるっていう感じしません これから、こう、セレッソ支えていくようなね、イメージがあるんで。まあで、角で言ったらやっぱセレッソの方がね、どうしても上なんで。オフなっていくかーって思いましたね。え、これ、セレッソ出すかなまあまあ、条件によってはそりゃ動くか。うーん。まあ、オファーを出してるって段階なんでね。まあ、オファーなら誰でも出せるんでね。うーん、うん、まあ、セレスソに残りそうなもんだけどなー はい。次。ヴァンフォール甲府。えー、マリノスの泉沢を期限付きで獲得へ。うん。これはすごいいい補給になると思いますね。まあ、タイプで言ったら、まあ、ソネダが重なりますよね。で、ソネダは、まあ、京都に移籍したんで。そこの穴埋めとして非常に最適な人間ですよね。で、まあ、なんか、やっぱ優勝チームだから出れなかったけど、泉沢なんてもう J2 だったらもうバンバン抜きますよ、相手。 チャンスメイクしますよ。最高の選手ですよ。本当に、本当に最高の選手。まあ、家永がいたらね。まあ、家永というか、まあ、なんか、なんて言うんだ。あの、前を作れる選手がいたらさらに行きますよね。スルーパス出せる選手。泉さん、本当にいい選手。まあ、まあ、それに加えて、まあ、放出の方で言うと、佐藤和弘がね、 大分移籍決定的ということみたいです。うん。まあ、佐藤和弘とのなんかコンビネーションとかもね、あったら、甲府今シーズンかなりいいところまで行くんじゃないかなって思いましたけど、まあ、やっぱその分ね、抱負もあるみたいですね、甲府もね。ええー。まあ、こう、一人で局面打開できる泉沢の加入が実現したら、効果は大きいと思います。 えー、セレス大阪。え、市当キロから正式オファーの木本が残留の見通し。うん、まあレギュラーねー、ですかね。まあそうだなやっぱ、クラブ相手とこうかな。まあねプロの入団ずしてからずっとスレスだもんね。まあこういう、たとえ高い年俸でね、引き抜かれそうになったら、やっぱ、クラブ相手で残ってくれるみたいな。 そういったパターンっていうのはやっぱね、胸が熱くなりますよね。まあどうなのか。他のところからもオファー危のかわかりませんけど。まあ残留の見通しということです。はい。うん。まあ今日の朝のニュースはこんなところですかね。まあやっぱ安倍が一番でかいニュースかななんて思いますけど。うん。まあ昨日正式決定したところで、 いうとですね。ええー、そう、ファンは本当に、本当に実演しましたね。甲府じゃねえや。福岡に行きましたね。あと、大岩だったり、うん。山本博之がファジアナに完全遺跡で入ったり。うん。あと、なんかあったか。ああ、ライン四で契約満了びっくりしたなー。 本人がまだまだ、やっぱ、サッカー選手として挑戦したかったものですね。田口大使。ジェフ決定。あー、ルカオが強いゲン行ったんですよね。うん、これ意外だったな。来年も残ると思ったけど。まあ、ルカオといえばやっぱね、ィフ戦だっけあの、スナイターゲームの、あの、アディショナルタイムのゴールはちょっと鳥肌立ちましたね。 ありゃあいいゴールだったなぁ。あの角度からしかも一人でバリキレね、ぐん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 進んで。あれはもう鹿児島サポーター、もう思い出に残ってんだろうなぁ。えー、あとは。うーん。面白い情報出る。さあなぁ、あ、広瀬、町田に行ったんか。 うーんまあってなるとどうすかね主なところで言うとはいまあ今日もたくさんやっぱこの時期になってくると本当に日中のあのアナウンスがめちゃめちゃ多くなるんで楽しみというところですはいあざした